さあ今日もガチャ引いていこうか。この一つ星コイン、これどうやら五つ星コインの介護官らしいぞ。あーまあ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 、いやお前あの赤と青両方とも怪物フィールドやめて。最後は五つ星コイン赤。あのこれは奇跡です。で俺どうやらね、ピンクエンペラーっていうキャプテンサンダーの色違いをあのまだ倒してないらしくて、 QR コードで戦えるようになるんだって。皇帝の指令書、これだ。月下降臨ピンクエンペラービッグボスレベル99で、今日は、極モードの物資をソロで狩るっていう、ちょっと、重い目標があるんで、このピンクマルチは、じゃなくてピンクエンペラーはマルチで行くわ。さあ、いかほどか。あ、でも HP は低いね。なんか前全然キビックブになくて分かんなかったんだよね。なんかウサギを持ちついてるやつあんじゃん。あのギプ、なんだこれ？え、これ避けらんな。このなんとかナンバー3ってのめっちゃ強くね。まあ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 、とりあえずな。お疲れ様。やったか。中身が出てこない。キャプテンサンダーと違うじゃん。あ、こっちも割と HP低いな。やばいやばい。皇帝直々コンバット、コンバーサか。あれが範囲内コンバーサだな。ミニマロマンもいるよ。やべえ。え、このビーム強すぎない？今の緑のやつ。いや速すぎるでしょ。さあラウンド2だ。速い、やっぱりやばいわ。あれ6連かな。 OK、 これ4連コンボで避けていく。もう一度ギミック使いていけど、いつ使うか分かんねえな。こいつ浮くんだっけ。このラージャンビームは弱い。マジ武士には神速アタックで回避するのが安定だな。回避1個の妖怪はそうだよね。これミニマロン倒したい。 OKOKOK。 無駄に勝て。これ4連 OKOKOK。 ラージャンビームは全然大丈夫。うわ来た来た来た。これで餅使うか。ああ違うわ、これはあれか、ビームか。全然俺の方狙わねえと思ったら狙ってくる。ちょっとミニマルマンが OK。 ナイス。さあここでカツオ節切りで、まだか。オッケー、ナイス。で、そしたら次は武士用極モード行きたいんだけど、このね、極ぬらりひょんの倒した後のオーラが武士用へのダメージ 2.0 倍なの。だからまずこいつから倒す。ぬらりひょんってザコいるよね。まあ、ザコっていうかあれか、中ボスみたいか。ほらこれ、これ極だからやばくね。ワンパンかまさか。いて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 、ゆっくりこう、ゆっくり。
新速アタック、やべ、塗られるね、当たっちゃったわ。いや、硬っ。あれ、なんかみんなボス狙ってるから、これあれかな、ヌラリオンから倒すってこと？あ、倒した倒した倒した。なるほど、ヌラリヒョンはめっちゃ柔らかいんだ。なんかバフみたいなやってたもんね、この中ボスにヌラリヒョン。なら先に倒そうねってことか。で、これでバフは溶けてる。あ、溶けてる溶けてる、めっちゃ柔らかくなってる。これ倒せばいいんだ、これで。え、なんかヌラリヒョン生き返ってね。え、なにこれ、無限ってこと？全ステータスアップ、どうしたらいいのこれ。あ、でもまあそんな硬くねえな、言うても。これなんだ、あ、死んだ死んだ。あ、なるほど、自分の命を、ほんと黄色もいねえじゃん、自分の命をあげてんだ、ヌラリヒョンに。だからヌラリヒョン先に倒してんだ。うわ、やべえ、あいつら部下の鏡じゃん。ただ本番はこっからだ。お前たち許さん、この大王魔ヌラレイラがな。こいつただのヌラネイラじゃなくて大妖魔ってついてんのがいいんだよな、格が違う感あって。いてー、身代わり人形早いな、モーションがちびちび回復使わなきゃ、これやばいぞ。ヌラネイル、いや早すぎ、やばいかこれ。オッケーオッケーオッケー、これゴリニャンがヘイト買ってくれてんじゃない。そしてここでカツオ節切り、うわ、来た来た来た、ぬらり玉、これなんだよね、これこれやばかったよね、初見の時ね、完璧に見切りてえな。さあ、こっからだ、分かれて、まあ、3個も相当ヘマしなければ当たんねえだろ。あぶねえ、回避で避けた、おい2連続で避けた、神回避だ、行くな。オッケー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 、これ足元にも反対ある、あ、それやめてね、連続でやんな、やめてね、それ。うわー、何今の。オッケーオッケーオッケー、身軽人間なくなったよ、また来た。ただこれ初見の話ならエンマが来るよ。はい、来たー。おおい、お、あ、え、これ紫色まで育つんだ。初見の時なんか赤色ぐらいで当てちゃったよね。なるほど、何回も壁に当ててレベル上げるんだ。オッケー、うまいやつが紛れてたな今な。あ、僕だ、ヌラネイラの天国角、全ての妖怪をひれ伏せさせるほどの絶大な妖力を宿した威厳ある角。お前それエンマ大王の前でも言えんの？
本命はこれだ。武士用にダメージ2倍。さあ、そしたら武士用、極毛でやっていくんだけど、あのね、こいつもね、結構まあ、倒し方いっぱいあって、なんか、バスターウサピョンで、遠距離チクチクとか、なんか、ガッツ系だから、妖怪ウォッチ2の、建造だね。で、なんか回復しながら、ソロでもできるみたいな、のがあるんだけど、ここはちょっとね、ま、あえて、張り付きって呼ばれる一番難しい攻略法でやっていこうかなと。で、あの YouTube の生放送で6時間練習しました。アーカイブもあるんで、ぜひね、興味のある方はちょっとそっちも見てほしいんですけど、まあ、かなりちょっとね、気合入れて練習したんで、頑張りて。技は、神速と回避。装備が、鬼砕き天。で、これね、どうやら、武士用極モードから作れる武器が一番相性いいらしいんだけど、武士用極モードを倒しに行くのに武士用極モードの装備を持ってるわけもなく、鬼砕き天になったわ。で、この聖なるコン、悪い取り付きにかからないと。これは、呪いやってくるじゃん。素早さが下がるやつ。あれを防ぐ。ちなみに、アゲアゲハと、ダイヤニャンのコンで合成して作れるんだけど、ダイヤニャンはガシャからしか出ないから、視聴者からこじきしました。そして、ブシニャンの歌メダルだ！Ladies and gentlemen, Legend! 今回召喚される友達妖怪は、なんと猫にして武士、武士にしてレジェンドのこいつだ。それがしの腕前しかとご覧あれ。武士にゃん来たー。さあ、準備は整った。で、こいつね、挑むにも極玉ってのを消費しなきゃいけないんだよね。で、今8個持ってんだけど、で、この極玉の入手方法が、赤招きの蝶を、白駒の蝶を、覚醒起動神の蝶を順番で倒すとゲットっていう、とてつもなくめんどくさいから、マジでこの8個以内に勝ちたい。で、こいつマジで集中しないと勝てないから、俺多分ほとんど喋れない。というかもう、喋らない。逆に。もう喋らないじゃない。喋らない。さあ、一発で倒すぞ。集中していく。Ladies and gentlemen, Legend! 今回召喚される友達妖怪は、なんと猫にして武士、武士にしてレジェンドのこいつだ。武士、レジェンド、武士、それがしの腕前。うまい。一旦リセット。オッケー、呪いは効かない。よし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 。これは回避で避ける。オッケー。一旦打たせる。まあまあまあ、まずはこんなもんでしょう。ちなみにこれ1回負けるごとにヌラリヒョンのオーラ取り直しです。さあ、2度目の挑戦だ。オッケー。まあ、まずここまではな。
かった。もうこれ当たったら死めよ。螺旋切りが一番きつい。前にちょろっと移動して最後は回避。1回と2回とパターン両方あるからね、瞬時に判断しなきゃいけない。よし、よし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 。これはね、まあ、あの試させる。徐々に剣の色が変わっていくんだけど、最高の紫にする。で、攻撃と攻撃速度と攻撃範囲が変わるんだけど、遅くなるんだよね、だいぶ。ただそこでそれでも練習したからやるしかねえ。 OK。 ほら遅えんだよ。逆に回避のタイミングむずい。よしよしよし、やばい、アップで、あOh, yeah!
これいける。絶対いける。ほら、お前終わりだよ、もう。おい、来たー、チャンスタイム、決めろ決めろ決めろ、よっしゃーしゃー、マジで嬉しい、しゃー、やったー。あのねー、ぜひねー、生放送のアーカイブとかねー見てほしいんだけど、もう本当に最初もう10秒もたなかったのね。一応さ、動画でフィニャンに倒したけど、あいつは回避要素が2個あったじゃん。だからダブル回避システムなのよ。ただ、武士には1つしか回避がないから、もう全く立ち回りがゼロからのスタートで、で、なんとかね、これ多分あんま伝わってないと思うんだけど、実は結構高度なテクニックを絡ませてんだよね。自分で言うのもあれだけど。いやもうよくやったわ。俺。武士王の最強飾り、極素材だ。天井天下の猛者どもが震え上がるほどの威圧感漂う武士王の暁月飾り。見てよ、これ。こいつだけね、極の上の素材があるんだよね。スペシャル、武士王の暁飾りと武士王の暁コテ。まあ、3% で出るやつだね。で、どうやら、まあ、これがエンドコンテンツになってるらしくて、これはなんか6個とか使うと最強装備が作るらしいね。なんだっけ、 HP プラス333、力守り妖術がプラス222みたいな、もうクソ強い装備。そんでこれで俺のバスターズは終わりかね。極武士王も倒したし、あのなんか面白そうなやつあったらコメントで教えてほしいわ。まあでもこれで終わりだと思うけどな。で、妖怪ウォッチ3もやりたいんだけど、まあ3月とかかな。なんかね、4月の中旬とかに、あ、上旬か、に 3DS オンラインがなくなっちゃうんだって。だからまあ3月の上旬ぐらいから始めて、みたいな。まあ我慢できなかったら、もう1月とかからやるかもしんないね。なんか、エンマ大王とかさ、ヌラリヒョンとかさ、どうせ 3D 仲間になるべ。こいつら絶対使いたくて、やっぱ格が違うじゃん。この2体だけ。うん、3楽しみだわ。はい。ということで、妖怪ウォッチバスターズ、マジやってよかった。神ゲーでした。